日頃の感謝を演奏を通して皆様にお伝えできるコンサートだと思っています。今回はソロと初めてサックス二重奏で出演させていただきます。ソロで演奏いたします曲はカルメンファンタジーとシーガルの2曲です。カルメンファンタジーはオペラカルメンより次々に有名なメロディーが出てくるため皆様に楽しんでいただけると思います。2曲目に演奏いたしますシーガルは美しいメロディーラインが特徴的で、その美しいメロディーラインに日頃の感謝の気持ちを込めて演奏したいと思います。アンサンブルではパールサックスの1楽章と3楽章を演奏いたします。軽快なリズムのサックス2本とピアノのハーモニーを楽しんでいただけると幸いです。今回サックスコンサートへの出演は2回目になるのですが、会場でお聴きくださる皆様、配信でご覧になる皆様に感謝の気持ちを伝えられる演奏をさせていただきたいと思っています。